ん、こんにちは。監督の岡ちゃんです。この動画ではマスターリーグ監督モードでの目についたプレイや試合を垂れ流します。今日は2023シーズン天皇杯決勝の試合です。ではどうぞ。両チームピッチに現れます。歓喜の渦包まれるスタジアム。このカップを掲げるチームはどちらなのか。ファイナルにふさわしい戦い、期待しましょう。決勝の笛が吹かれました。鹿島アントラーズ対川崎フロンターレ。やはりこのような大舞台になりますと点の取り合いということにはそうそうなりませんよね、はい、守って少ないチャンスをものにする、うん、非常に引き締まった試合になると思いますよ。そうですね。緩いボール、裏のスペースを狙うチャンスだ。シュート、きた、きた、先制、アントラーズ優勝へ大きなゴール。鹿島ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体できた、ハット、さらにいった、いやこれまたすぐに追いついちゃうんですよね。今日は動きのあるゲームですね。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。なるほど。川崎ここで追いつきました。1点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、うん、落ち着いてよく決めましたね。そうですね。小笠原ロングフィードで狙うシュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。体勢を崩してのシュートでした。タッチのようなパス、これは繋がりません。マティッチ、さあ繋がるか。いや、一
一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。中村、今日はキャプテンマークを巻いています。レアンドロ、サイドのスペースへ走らせる。上げてくる、どうだ。いや、合わないか。このパスには追いつけませんでした。鹿島ボール、スローインをカットします。中村、川崎、最終ラインまでボールを下げる。バトゥイディからアーチのようなパス、ここで受けてチャンスになる。小笠原、エディーニョ、ふわっと裏を狙う。レアンドロ、さあどこに出してくる。中村、ナウド、ミシェウバストス、ロングフィードで狙う。いいボール入りますよ。上田、このボールに触ります。金崎、レアンドロ、ラス、一呼吸を置きます。ちょっとルーズになる。バトゥイディから大きく縦、中村からサイドのスペース、さあどうする。ミシェウバストスからのパス、ふわっと裏を狙う。オフサイドか。ミシェウバストスが飛び出していました。ギリギリですね、はい、ちょっと残ってましたかね。小笠原、さあ左へ預けて、セクウシセ、小笠原、遠藤へ、このパス回し、ふわっとしたボール、仕掛けた、柔らかいボール、頭できた。すごい反応を見せましたジュリオセーザル。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく飛べましたね。鹿島、チャンスを迎えてシーンがありました。サイドを縦に走らせます。おっと、いいボールでしょ。トルーズボール、ここで前を向けるか。裏のスペースへ、裏へ抜けた。花崎、どうする。ミドル、これはわずかに左でした。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。川崎は嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。いや、シュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。セクウシセ、これは通しません。素早いパスで攻め上がっていきます。ここで笛、己の全てをかけた決勝の舞台、あっという間の前半が終わりました。見応えのある好ゲームです。さあ、この最終決戦、まずは前半の45分を終えました。振り返って一言お願いします。さすがに優勝もかかっているだけあって、お互いに一歩も譲らない展開になりましたね、はい、当然後半で勝負をかけてくるでしょうから、ええ、この後はさらに激しい戦いになるでしょうね。そうですね。45分後、栄光を手にしているのはどちらか、現時点では神の水を知るという結果になっています。前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。ファーストハーフには動きがあり、今日この決勝のゲーム、
ますます熱いゲーム運びが予想されます。これ仕掛けるか。ファンドレフ今日ワンアシストです。抜けてくる、頭、パスは完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。川崎はメンバーチェンジです。ワッキャレリナ今日も記録を伸ばしてくるんでしょうか。ワッキャレリナ、マティッチ、もう一つ前に行きたい、裏へ届くか、シュート、落ちている、いや懐かしい、川崎ゲームをひっくり返します。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。ファンブルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。川崎1点をリードしてリスタート。さあ左サイドへ、スペースへ出す、オフサイドです。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどね。鹿島メンバーチェンジがあるようです。川崎としては後半いい入り方ができてますからね。いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。ファンドレフ先ほどから厳しい寄せにあっています。そうですね、しかも相手は守備ブロックを組んで受け渡していくマークの仕方をしているんですよね。これだとどこにいてもマークをされてしまいますよね。まあ対策としてはゾーンの間に入り込むことで相手のブロックの境目を混乱させるのが効果的になってきますよね。あとはスタミナ消耗が激しいですけども、頻繁に受け渡しをするために動き回ることが大事になってますよね。金崎、遠藤、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。この柔らかいパス、いや決まった、追いついた、アントローズ、いやまたすぐ追いつきましたね。今日は動きのある展開になってますよね。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね、上げてくる、来た、勝ち越し、フロンターレ、川崎勝ち越しのゴール決めています。ディフェンスの寄せに合っていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、
フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど。今日2点目です。最後の交代枠を使います。得点には絡みましたがここで下がります。さあ川崎、勝利に向けて一本抜け出しました。上げてくる、どうだ、シュート。いや、岡崎ジャストで合わせましたが決まりませんでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりとしていかなければいけませんよね。なるほど。鹿島入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。鹿島としては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってきてしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、ええ、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、うん、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうってことですね。そうなんですよね。裏へのスルーパスいけるか。さあ左サイドへシュート、ルーズボール、シュート、かなりリスクかけてきてますけどもう行くしかありませんからね。サイドのスペースを使います。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。点数集中してますよね。ジルコフスルーパスを出す、どうする、自分でシュート。鹿島同点のチャンスでしたがこれはゴールならず。ギリギリの勝負になってますよね。鹿島アントラーズ最後のカードを切ります。このまま勝利を手中に収めるのでしょうか、あるいはまだ何か起こるのでしょうか。このまま試合を終えますと優勝となります。川崎サイドを使う、スルナ、いい展開ですね。シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。デチェッピエ、川崎としてはこのまま頭で来た、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですがこれは決まりません。浮き球に対していいタイミングでラインの裏へ飛び出しましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。鹿島アントラーズ決定的なチャンスを迎えたシーンでした。裏を狙っていきます、シュート、いやいい反応でしたね北澤さん。いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。
鹿島決定的なチャンスを収めることができませんでした。マテュイニでチェッピエボールを受けてふわっとしたボール、川崎ボール、マテュイニ長いボールを送ります。サイドのスペースへ走らせる、抜けてくる、抜けるか、スルナからの折り返し、タイムアップ、今この瞬間優勝が決まりました。選ばれし者ここにあり。長きにわたる戦い、心技体試された勇者たち、覇者の誇り、そして敗者にも誇りがあります。晴れ晴れとした表情の選手たち、素晴らしい戦いをありがとう、全てをかけた戦いをありがとう。また次の素晴らしい戦いに期待して、実況はジョン・カビラでした。